くつきまさつなは、丹波国福知山藩の第八代藩主。福知山藩旧木家九代。蘭学による、ヨーロッパ地市、世界地理の研究者。貨幣研究家。肝炎三年1月27日、第六代藩主、くつきつなさだの長男として、江戸で生まれ、そこで育った。安永五年11月22日、旧木ほつなの養子となる。 安永六年三月十九日、将軍、徳川家治に配越する。安永九年十二月十八日、地獄下沖神に除任する。天明七年十一月二十二日、ホツナの死去により、家督を継ぐ。十三歳頃から、和漢の古戦収集が趣味で、特にこのことから、古戦家の王者と称された。古戦収集の趣味は、摩擦なが少年時代を過ごした。 宝歴年間の頃には、大阪、江戸でも流行していた。摩擦名は、ヨーロッパ諸国の貨幣をも収集した。また20歳の頃には、世界地理の研究をも志す。安永元年、23歳の頃、蘭学の前の両宅に入門する。同門に、杉田玄白、中川純安、桂川保守裏がおり、後に、大月玄宅や芝公館らが入門してくる。 その中でオランダ語による、地理書の研究が始まった。マサツナは、オランダ省官庁のイサーク・ティッチングとも交友があり、洋書やヨーロッパの戦火の入手でも援助してもらう。オランダ語は文通できるくらいに上達した。安永9年頃から、オランダ通詞の新井小十郎を助手にし、世界地理研究をした。38歳で藩主となった年に、西洋戦府を観光した。 これは、17世紀から18世紀のヨーロッパの貨幣を、国名な随理で紹介するという、当時としては、画期的なものであった。著作も多く、蘭学改定の序文や、大西予知図説、和漢古今泉加館新鮮旋布船十二官、両家文両校など、多くの貴重な著作を残した。また前述の通り、蘭学研究に熱心であった。儀系であり、 茶人大名だった松江藩主、松平不満の茶道の弟子にもなり、文人大名仲間だった姫路藩主、堺忠実の弟の画家、堺法一などとも交流があるなど、いわゆる文人大名としても名を馳せた。しかし、政治家としては二流だったと言われる。一説には、進みすぎた、才能ゆえに抗議が避けたとも言われる。年る月日、を、 養子の友綱に譲って隠居する。提発して、大見入道をと称した。江戸に戻り、今日は2年4月17日に死去した。去年53。摩擦綱の収集した古戦は後に、犯罪性の危機を呼び、様式軍備の必要のため、50丁のゲッペル銃と交換で海外に流出した。現在その一部が大英博物館に収蔵されている。 主に日本の古戦であるが、中国やベトナム、朝鮮の貨幣も混ざっている。岡田敏弘2011年166ページ、岡田敏弘2011年167ページ、不昧も、古戦収集の趣味があったことが確認されている。ありがとうございます。